古代ローマの碑文の一例ローマン体とは、アルファベットのセリフ体書体の一群を指す。セリフの項も参照のこと、あるいは別義として、セリフの有無は問わず、立体活字、すなわち垂直に成立した書式のことを指す。イタリック体の項も参照のこと、歴史的には古代ローマの碑文で用いられた書体を意識してデザインされた経緯を持つ活字体を指し、イタリック体、 ブラックレター体などと区別された。英語圏においては、古代ローマに起源を持つ、書体群を指すときは大文字で、ロマンタイプと、近代以降の書式としての立体活字を指すときは、小文字で、ローマンタイプと呼び分けることが、慣例的に行われる。ローマンタイは、イタリアの人文主義者たちが古代ローマの碑文で、用いられた書体の復興を目指し、8世期末の、 カロリング将軍自体を真似て作られた。ローマンの名称もこの経緯に起因する。活字としては1465年にアルノルト・パナルツとコンラート・スヴァインハイムにより初めて用いられた。細部にブラックレター的な特徴を残した活字であった。パナルツとスヴァインハイムによる最初のローマン体活字のサンプル現在一般的なローマン体は1470年に ニコラス・ジャンソンがデザインしたものがベースとなっている。ジャンソンが印刷したダイプリニュースのインフューオランティア。1476年、ベネツィア20世紀以降よく使われるローマン体の例としては、ギャラモン、タイムズニューローマン、ボドニ、バスカビルなどが挙げられる。自然科学、工学分野において、記号類のイタリック体表記の使い分けについては、イタリック体を参照のこと。 イサム・ハザマ・タイポグラフィデザイン入門に、ローマン対、フォンテシスト、2011年12月1日、h t t p w w w f o n t s i s t c o m 2 0 1 1 1 2ローマン、2012年10月11日閲覧、デザインタイポグラフィザ・シカゴマニュアルオブスタイル、ザ・ユニバーシティ・オブ・シカゴプレス。 ISBN0 から2261038978ロバート・ブリンハーストザ・エレメンツ・オブ・タイポグラフィック・スタイルハルトリー・アンドマークス・プブリシャース・ハット・ ABC ・ローマンタイインキュナブラ西洋印刷術の例名国立国会図書館2004年 http://www.ndl.go.jp コロンススララッッシシュュスラッシュインキュナブラスラッシュグロッサリースラッシュクロ30 html ありがとうございます。